はい、ソシャックメンです。マットランナースピンタイヤーズをまたやっていきたいと思います。なんか今回はオープニングの音楽流れてないね。そう、前回デリバリーミッションをねヒーヒー言いながらクリアできたんで、次はこのねビジットグランマおばあちゃんのとこに行く。これはなんだろうな、泥道を軽量な車で泥道を行かなきゃいけないみたいなね。で、夜のうちにクリアするっていうのと、ウィンチを使わない、ネバーリリースアクセラレーターワイルド、ドライ、アクセルを離さない的な？なんだそれ。アクセルベタ踏みで突っ込んでけみたいな。ちょっとどういう内容か見てみよう。OK。これさっきのやつね。あ、めっちゃ普通の車じゃん。フォローザルート。あー、なるほどね。クルーズコントロールっていうのがあって、それのチュートリアルと、チャレンジを夜でやるっていうのがあるね。ちょっとこれちょっとチュートリアルやってみようか。何のことかさっぱりわかんないからね。クルーズコントロールは、要はアクセルのトリガーをずっと押しっぱなしにしなくても、自動的に、長い道のりを行くときに便利だよって、オートドライブみたいな感じかな。で、トリガー、右スティックを押し込むことでクルーズコントロールをオンにできます。じゃあやってみようか。で、これで、シーハウザーインジケーター。どこのインジケーター？ギアスティックのところを見てください。ギアスティックを1か R に入れることで、クルーズコントロールを、クルーズコントロールをね、これ動かすことで自動解除せずに行けるらしいな。じゃあ、これで、ギアスティック。1か、元素、2つしか選べないみたいだね。じゃあ、これでこうすると、おー、走った、勝手に走ってる。なるほど、なるほど。これを行うことで、長距離を走るときは、ずっと押しっぱなしにしなくていいよってことか。で、to deactivate cruise control。あ、スティックを押せば、できますよって、解除できるよって。OK。じゃあ夜でやってみる？いけるかな？前回も夜でダメだったからね。おお、てかすっげえ車だな。中どうなってんの？おお、すげえ。あ、なんかめっちゃフレームレート高い。あ、めっちゃ普通の車だな。こういう普通の車もあるのはすごいな。オッケー、じゃあやってみよう。あ、ライトつけてな。ちょっとライトつけて。で、やべえ。これでいいのか。こうするともう完全にオートで走ってるんで、気をつけてこうねって感じかな。やべ、ちょっと解除、間違って解除しちゃったんでやり直します。右スティックの操作が視点切り替えだから、どうしてもその右スティックの方と右スティックの方の操作と間違っちゃうんだよ。なんで、パーキングブレーキ解除して、ぐっと押し込む。こうだ。これでもうオートドライブなんだけど、スティックが勝手に、スティックいじると終わるね。いけ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 。これでいけばいいんじゃない？いいぞいいぞ。いいねいいね。視点切り替えできないのちょっと不便だよ。右スティックは下に書いてるけど、ギアを動かすっていうふうになってるから、下手にいじっちゃうとね、ギア切り替えになっちゃうから。頑張れ頑張れ。そう、このタイヤの動きとかちょっとズームっていうか見たいからさ、視点切り替えたくなっちゃうんだよね。お、大丈夫か。元気ないよ。スピード感ないな。ここギアあんまり切り替えない方がいいのかな。チュートリアルではなんかさ、1速で行けみたいな。お、やばいぞ。頑張れ頑張れ。
デンジャラスウォーターレベルの敷地もすごい低いね、やっぱ。普通の車だから。進んでるそれ。はまってない？いける？お、いけるいけるいける。諦めるな。最後まで諦めるな。すごいな。泥かぶってるね、ちょっと。今回より地味な感じだね。たまにこうやって視点変えながら。かなり地面は凸凹感やばいね。頑張れ頑張れ。もうめっちゃあのなんかグランマのグランマツリー的なやつがめっちゃブルンブルンしてるな。そこ水たまりだけど問題ない？まあ多分問題ないんだろうね。いけいけ、君ならいける。うーって鳴らし続けることができないんで、いい感じに。お、いい、意外と平気だな。このまま真っ直ぐか。ちょっと地図もね、見たらね、失敗になるからね。ひたすらこれ、走り続ける感じになるよね。余計なことせず。そう。まあ、この視点切り替えだね、せめてできるのは。頑張れ頑張れ。すっげえ泥。いいぞいいぞ。で、これこのまま真っ直ぐでいいかな。多分大丈夫かな。よいしょ、しんど。いいね。あとこのね、ライトの光がちゃんとは赤い、テールランプが赤いから、赤い光が照らされてる感じがすごいリアルね。この視点だとまあ分かんないけど、これちょっと赤い。いいぞ。そこ横行ける。マジでこんな道、この普通の車で行くのかわいそうだよね。頑張れ頑張れ。いいぞいいぞ。これ本編で、あのシングルプレイとかでもと長距離移動あるのかもしれないね。こういうのがあるってことは。 あそこかゴール地点。よかった。思ったよりは、思ったよりは遠くなかった。え、なんでボーナスダメなの？なんで解除された今。まあいいや、もうここまで来ちゃったんで、わけがわからんな。謎のちょっとね、失敗判定が出ちゃったけど、とりあえず目的地には着いてない。で、あー、今度あそこにやらなきゃいけない。おい、大丈夫か、これ。そろそろじゃあ、オートやめよっか。あー、そういうことか。オート使わないで普通に運転した方がやっぱ運転しやすいな。おー、すごいリアル。これがばあちゃんちか。あ、ちょっと待って、スイカじゃねえ。かぼちゃ潰ししようぜ。ほら。あ、でかっ。この車じゃかぼちゃ潰すの困難だな。あのかぼちゃが車高の下にはまったら動けなくなっちゃうから、ちょっとほどほどにしとこう。特にかぼちゃ潰したからなんか出るか、実績的なのあるかと思ったらなかったな、今回。じゃあここに止めましょう。 OK。レア実績だったの？よくわからんな。あれ？なんかコンプリートしたことになってるよ、全部。え、さっき失敗って出てたよね。お、やった。まあいいや。